皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、上半期で使ったコスメの動画は出してるんですけど、その時に、下半期もねやりますみたいのを言ってたんですが、よくよく考えたらもう下半期ってちょうどベスコスを出すような時期なんですよね。2019年よく使っていた、メイク用品ということで、2019年ベストコスメの動画をやりたいと思います。私といえばというものが多いのかな、でもなんかそんなに数はないかな。いろんなものを使ってきたけども、これが一番使ってたんじゃないかというものをご紹介していきます。部門部門で一応用意はしたんですけど、それではご紹介していきます。まずはね、下地からいきます。なんだかんだ考えたんですが、まあ私といえばセザンヌが好き。セザンヌといえばこちらです。はい、セザンヌの皮脂テカリ防止の下地です。こちらはライトブルーのものです。これは夏によく使ってました。オールシーズンいけるものではありますが、最近ねオレンジの保湿が入ってるものも出たんですけど、そちらもね冬の間そちらがいいと思いますが、まあ、これはね本当この暑かった夏にすごく使っていました。これを塗っておくと、まあ化粧は落ちますが、そんなにねテカったりとか崩れが激しくなくて、夏は毎日使っていたものになるので、で夏以外にも、まあこれからだとオレンジを使っていくと思うんですけど、まあこれが多かったかなってことで、今年一番使った下地です、間違いない。はい、それで番外編っていうか、これもねパラドゥの UV 下地 CC のサンプルになるんですけど、これを、縛りメイクとともに使い始めてからこれも使うようになったので、私はこの2つですね。だけど基本こちらですね。暑かったし夏で、夏以外の下地としてもこれも使ってたし、まあ出番が多かったかなということで、こちらをベスコスに選びました。ケーキファンデーションの23番のナチュラルベージュですね。笑っちゃうぐらい使ってます。クッションファンデーション寄りのファンデーションなんですが、はい、もうないです。使い切りそうな勢いです。これね、これ専用っていうか、これ買った時にコンシーラーもついてきたんですけど、コンシーラーである程度こう目の周りとかこう気になるところをカバーして、これを塗ることによってすっごいツヤ肌で綺麗な肌を作れました。だいたい何使ってますか、肌がすごい綺麗にですねみたいに言われる時っていうか、ほぼこれですね。最初は試してみたくて興味本位で買ったんですけど、思いのほかこれほんと毎日使ってます。今も使ってますね。いや本当にこれ騙されたと思って使ってほしいぐらいおすすめ品になりました。ツヤ肌を目指すっていうか、ツヤ肌寄りにしたい人にはやっぱりいつもの3のファンデーションもちろんいいんですけど、一番使った一番肌が綺麗って言われたって言ったらこれですね。でクッションファンデーション系って苦手だったんですけど、興味本位で買って、あークッションファンデーションっぽいの買ったなってどっかで思ってて、いざ使ったらすっごい良くて、今じゃこれが手放せません。来年も使っていくか本当に検討しております。あのねこれがいいから、パウダーもそんなにね重ねなくていいので、はい、これ本当おすすめ。本当これ一本でいいんですよ。いいんだけど、でもなんかやっぱコンシーラーついてたから、一応コンシーラーとかパウダー重ねることによってでカバー力がなお上がるっていう感じです。アイブロウなんですけど、パラドゥのアイブロウが
一番使ってたんですけど、今ちょっとね物がなくて、以外に使ったものといえばやっぱり私といえばとなっちゃうのかな、これもチフレの、ペンっていうか鉛筆タイプアイブロウになります。これねすごく描きやすい、うん、これねチフレってどちらかというと私スキンケアがいい感じのイメージだったんですけど、セザンヌ好きだからセザンヌ寄りにはなってたけど、アイブロウがたまたまなくて買ったんです。したら描きやすさがすごく良くて、それからずっとこれを使ってました。で最近はいろいろねアイブロウ使ってますが、でもなんだかんだ言ってこのタイプほんとね描きやすい、失敗も少ないのでこちらを選びました。アイシャドウなんですけど、ベスコス選びたかったけどどうしても2つ出てきてしまって、ブラウンメイクといえばこちらです。サマエクセルのスキニーリッチシャドウの SR3 番です。これはね全部の色が使える、うん。あのこれは視聴者様からいただいたものなんですけど、ほんとねすっごい使ってた、色合いがすべて綺麗なんですよ。で発色もエクセルってすごく良くて、まあ、その色味も気に入ってるんですけど、捨て色がなく使える、そして綺麗、うん。ブラウンメイクするときはまずこのパレットに手を伸ばしていましたね。いやー本当にねエクセル昔ハマってシングルアイシャドウとか結構持ってたんですけど、久しぶりにねこれを使ったら本当に良くて、やっぱりエクセルいいなっていうことを感じた一個ですね、うん。これはもう本当にこれからもずっと使っていきます。もう一個ね、もうね本当こればっか申し訳ないんだけどこちらですね。エクセルはあのブラウンメイクにいいって言ってて発色も良くてすごくいいんですが、こちらはいいところはやっぱりあのちょっとね湿ってるアイシャドウっていうかなんで、すごいねまぶたにつきやすいっていうのと、あとコンビニコスメでこれだけのものがある出てるんだっていう感動も入ってて、でこれもね全部まあピンクはチークに使えるんで、これ1個持ってるともうすべてアイシャドウからチークまではできますよって感じで、すごく気に入ってます。私このパレットの一番気に入ってる色がここの一番使われてるか分かるよね、これですね。これを使うときはハイライターとしてもこれを塗ってました、周りに、うん、塗ってます、うん。でまあハイライトまでいけるかなって感じですね。でこのブラウンのお色もあのね程よい感じの発色でいいんですよ。で一番やっぱおすすめしたいっていう点はアイシャドウベースなしでも全然大丈夫という感じで、はい。これはねほんと迷ったのこの2つ、うん、良さがねお互いあるから、どっちもベスコスといえばベスコスだけど、ブラウンシャドウはこっちなんですが、コンビニコスメでこれだけのクオリティって意味と、あとこうまぶたにフィットしやすいって意味はこっちで、両方おすすめしたい。だけどベスコスって一つだからどっちだろうって言ったら本当選べないぐらいなんで2つにしました。チークに行くんですが、私といえばもうこちらになってくるかな。これは、去年のあの福袋、9点で買える福袋で自分で選べるもののやつなんですけど、どちらかというとコーラルの方が好き で肌質からするとコーラル寄りなのでこの色を選んだんですけど、まあ、確かにあの発色がいいので調整はねしないとちょっと塗りすぎちゃったりとかっていうのはあるんですが、ほっぺにね塗った時の色味がすごく好きでこれをずっと使ってました。
これだけの量が入ってるのでなかなか発色もいいからなかなか減らないんですけど、本当にねこれはねおすすめしたい一品ということでこちらかなと思って選びました。ちょっと番外編なんですけど、こちらの2つもね今回2019年は使ってきたと思うんですが、こちらはねちょっと調節が結構しないとちょっとチークだけ目立っちゃったりとか、まあそれはメイクによって変えられるって意味ではいいんですけど、なんですけどこの2つはセザンヌナチュラルチークの18番とエレガンスの RD303 番なんですけど、この2つの共通はちょっと薄い発色なんで、あの色味をねあのそんな塗っても目立たないんで気にしないで塗れるってことと、やっぱ調整がねすごい楽っていうところでこの2つなんですけど、これはもう本当にギリギリで買ったもので、これもいただいたのも結構まあ後半寄りだったので、ずっと1年続けて使ってきたって意味でこちらを選びました。発色がねほんといい。これは塗った時の発色感がやっぱ好きでこれかなって思いました。こちらがベスコスになります。アイライナー部門というか、アイライナーって私あまり塗らないしマスカラ全然しない人じゃないですか。マスカラは入ってこないんですけど、まあ、アイライナーたまに使うといえばやっぱパラドゥのこのアイライナーです。これは真っ黒、ブラックなんですよ。真っ黒なんですけど、こう描きやすい、引きやすい。で、こうちょっと薄付きになってきたここのボタンを押すと、こうまた液を出せるんですが、出しすぎるとね、こんなになっちゃうんですけど、まあ、とにかくこういう風な、こう描きやすいんですよ。これもパラドゥなものなので、コンビニコスメなんですけど、すごいハケがしっかりしてて、ほんと綺麗に引けるんですよ、うん、アイライナーそんなしないんですが、本当に使う時はこれでした。あの最初は難しくてちょっと引きにくかったんですけど、にじまないし落ちないからほんと最高です。このパラドゥのアイライナー、ヒドンナさんが、おすすめしてたので買ってみたのがきっかけなんですけど、ブラックのアイライナーを探してる方には本当これ一度使ってほしいぐらい描きやすさと、あの筆のなんていうかちょうどいいこう何硬さっていうのかながもう完璧ですね。いろんなアイライナーあると思うんですけど、コンビニで気軽に買えてこれだったら本当納得いくぐらいだと思います。こちらをベスコスに選べます。リップなんですけど、もう今年はこれでしょ、カンコデのリップグロスです。コーラルピンクです。これはダイソーの可愛い研究所っていうコーナーがあると思うんですけど、そちらの方に売ってるものです。で、8色ぐらい展開がありまして、まあ、自分のね口に合った色味をね探せるんですけど、私はもうやっぱりコーラルよりなんですね。これね100均でこの色味ですごくねびっくりしました。こういう色落ちちゃう、まあ色味こう色持ちがあまりないのはしょうがないんですけど、いやこれ100均でこの色塗った時の色がすごく綺麗で、本当にこれはねすごい使いましたね。リップ塗ってるんですけど、この上からちょっと塗りますね。どうですかね、今一度塗りでこんな感じです。色がすごく綺麗です。まあ、塗り直しは何度も必要といえ100円だし、あの塗り直す機会があれば何度も塗ればいい話ではあるので、このカンコレのリップグロスはね本当にこの発色で唇が綺麗に見えるのでね、すごく
おすすめです。ほんと後半になっちゃうんですけど、補助のリップ、これもね、塗った時の発色もそうなんですけど、塗った後すぐに乾いてこうね、サラサラするんですよこれ。でまたね、このカンコレのねものと色味が全然違うんですけど、結構こういう、なんて言うんだろう、ベージュっていうか、まあ結構暗い色味なんですけど、全然2色違う色なんですけど、これはパケ替えをねしたんですよね、確かに。で使ってみたら、ほんとね、あの、なんとも言えない、今までに味わったことのない感じでした。リップグロスとか口紅って乾いたりしないじゃないですか。まあちょっとこう、なんだ、ティントタイプだと乾いてちょっと唇がカサカサしてきたりとかいうタイプもあるんですけど、これはそんなことなくて、塗った瞬間すぐ乾いてサラサラするっていうのはね、驚きでした。ボジョのこのシリーズはパケがすごく可愛いのが多くて、まあ、最初確かにパケ替えで入りましたが、はい、これはね、本当この色味も私好きで、これも後半今使ってるんですけど、まあ今年2019年使ったっていう意味でこういうカンコレのやつが一番ですね、今年は。はい、そんな感じで、まあエスコスと言ってもいろいろ番外編が出てきたりとか、まあ私の動画を見てる方なら、あ、これかっていうものが多かったと思うんですけど、今年はこんな感じです。いいものに出会えた年かな。今までこうそんなになくって、自分で買うことも少なくって、はい、でも今年はいろいろ試せて、いろいろ出会えた年でした。コスメってさ、あんま持ってても他を使えなくなっちゃったり使わなくなっちゃったりとか、一応ね消費期限もありますし、あの結構買うとき考えたりするんですけど、今年はなんかいただいたりこう試すことがたくさんできた年ではありました。で今ご紹介したものがベスコスなんですけど、迷いましたね。いいものに出会ったので本当に迷ったんですけど、まあこんな感じが2019年のベストコスメになります。皆さん、まあ今まで過去に出てきたものばっかりなので、でも初めてね私の動画見た方とか、あ、気になるなってものがあったらぜひ試してみてほしいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ツイッター、インスタグラム、フォローよろしくお願いします。YouTube の生配信は、投稿コミュニティで、やるときのみ、何時からやりますと書かせていただいているので、時間の合う方、遊びに来てください。大体土曜日の夜にやっております。ツイキャスフワッチの方は、ほんと不定期でなので、それでも見たいという方はフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。